宮城県最強タワースポット、宮城で縁結び焼き犬ナックのおすすめタワースポット10選。1. 塩釜市。塩釜神社、1200年以上の歴史を誇る6つの国の一宮、城下のタワースポットと言われます。拝殿に向かう途中の七曲がり坂は特に強力なタワースポット。2. 石巻市。金華山小金山神社、金運タワースポットとして有名で、3年連続で参拝すると一生お金に困らないという言い伝えが、金華山の島全体が神様の宿る聖域です。3. 仙台市、青葉神社、伊達政宗を祀る神社で、子宝や霊内成就の御利益が、伊達政宗が城下町を設計する際に配置した六芒星の点の一つで、タワースポットです。4. 仙台市、秋保神社、勝負の神として人気が高く、羽生選手が参拝したことでも有名、子宝、子育ての御神木や縁結びの御神木、子宝和合の神、などの見どころも。5. 岩沼市、金蛇水神社、御神体が、金蛇、で、特に金運ナックや商売繁盛の御利益があるタワースポットで有名、合わせて境内の金蛇弁財天様も参拝してください。6. 仙台市、二柱神社、御祭神がイザナギの御事とイザナミの御事の夫婦神で、縁結び、福縁祈願で有名、ブレスレット型の勾玉腕輪守りは効果絶大だと人気です。7. 仙台市、定規の来祭法寺、平家ゆかりの歴史あるお寺で、縁結び、子宝、安産祈願で人気、また一生に一度の願いであれば必ず叶う、と言われるタワースポットです。8. 松島町、松島円通院、日本三景の一つ、松島町にある、伊達政宗の子孫を祀っている寺院、縁結びの寺として有名で、境内には、縁結び観音、があります。9. 登米市、津島神社、源頼朝や伊達政宗が戦勝祈願した歴史ある神社で、厄除けや縁結び、疫病除け、会場安全の御利益が、縁切りをしたい人にもおすすめです。10. 仙台市、仙台大観音、地上100メートルの観音様で、縁結びのタワースポットと言われています。体内のご神体の、お触り布袋様、は健康のパワーがいただけます。